苦労はしましたが順当な結果かなと、まあ、優勝しても当然おかしくないようなメンバー相手にやれるだけのことをやれたのでこれ以上ない2連覇だなと。自分一人の力だけじゃなくて、ね、当日もう名古屋だろうかよ、まあ、みんなが来てくれて声を枯らすほど応援してくれていて、まあ、それが本当に自分の魂に入り込んできたなというような感じでみんなで掴み取った勝利だったなというふうには思いますね。紹介を受けてるんですけど名古屋ガロー会ってお年寄りとかね、動物とか、まあ、お子さんなどに非常に優しい集団で、ゴミが落ちてからそれ拾うしってで若い衆がそういった活躍してくれてるおかげでイベントを起こせば50人はくだらない参加者が、来てくれる。本当新規勢とか復帰勢が本当確実に増えてるっていう。1年間かけてこう仕上げてくる人たちもたくさんいたし、まあ、その中でも絶対取ってやろうっていう人たちが、まあ、その気迫のようなものとか、まあ、殺気だったようなものとかを本当に感じましたし、改めてそのすごい舞台なんだなっていうのを感じましたね。もちろん自分を倒す人って誰なんだろうっていう興味はありますが、返り討ちするっていう3連覇するっていうのも一つまた盛り上がる材料だとは、名古屋がまた盛り上がれば僕にとっても最高のことなので優勝です。それしかないですね。